どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はアーティストの好きな曲トップ10を、発表したいと思いますが、牧原紀之いきたいと思います。マッキーはかなり、アルバムの曲から、隅々まで聴いてる方なので、トップ10では収まらずトップ20まで作りましたんで、まずは20位から11位を見てもらいたいと思います。こうなってます。20位ずる休み、19位オクトーバース、18位曇りガラスの夏、17位どうしようもない僕に天使が降りてきた、16位ワオ、15位東京デイズ、14位北風君に届きますように、13位スパイ、12位冬が始まるよ、11位僕が一番欲しかったものとなっております。19位合ってるような読み方ね。うん、読み方調べとけばよかった。すいません、間違えたらすいません、英語苦手。そのまま、10位から6位見ていきたいと思います。10位桃、9位今年の冬、8位ダーリング、7位寂しい気持ち、6位ハングリースパイダーとなっております。はい、まあいろいろね語りたいんですけれども、長々語ると、長い動画になってしまいますので、この辺は端折ります。5位からちょっと語らせていただきます。というわけで第5位はホームワーク。はい、こちらはアルバム曲になっておりまして、まあ古いアルバムですね。スパイとかその辺が入ってたアルバムだったと思います。あの絆創膏貼ってあるやつ。いや、この曲最初聞いた時ね、いやすげえいい曲だな、これアルバム曲なんだと思って。うん、まあ、マッキーはですね、兄貴が僕いるんで、そう、兄貴が最初もう恋なんてしないとかのアルバム、君は僕の宝物かを買ってて、それで聴いてて、あ、すごいいいなと思ってたんですよね、小学生の時に。そっからまた次のアルバムで、またこのアルバムみたいな感じで兄貴が買ってくるから聴けてたんですよ。それでマッキーはアルバム曲もすごいいいじゃないかっていうのがもう僕の中ではあって、昔から好きです。はい、ホームワークのあのあったかい感じ、あのカップルのさ、このあったかい感じがうまく表現されてて、そこを歌詞にするんだっていうところがもうくすぐられるっていうかさ、そこがすごいね好きなんですよ。で、あのまあ、マッキーといえばもう今でこそちょっと有名になっちゃってね、あのまあ男の人好きみたいなのあるじゃないですか。僕なんかあんまりそこを先行しないっていうか、まあ、基本的にそうなんですよ。あの歌を聴くときはあくまでもその歌の作品しか見ないっていうか、その人のプライベートの背景とかは関係ないって思っちゃってるんで、だから結構ね、そのマッキーのその恋愛ソングはそういうのをあの想像しちゃって、なんかあんまり聞けないっていう人たまに聞くんですけど、それはちょっと僕の中で違うなっていう。うん、あの歌ができたきっかけなんて別にどうでもいいじゃんっていうね。どうやってその歌ができたかでその歌の価値が決まるかって言ったらそうではないと思うんですよね。だからホームワークもすごいね、あの好きです。まあ、僕はその想像するときは男女のカップルをもちろん想像しますけど、うん、です。そして第4位、もう恋なんてしないです。はい、まあこれはもう言わずとした名曲ですね。まあ売れましたし、僕この曲をその小学生の時に聴いて、やっぱりその恋愛っていうのは分からないじゃないですか。だから歌詞の意味がやっぱ分からない部分があって、もうこの曲は左に少し戸惑ってるっていうのがよく分かんなかったこの当時はね。え、左が何あんのかなみたいな。それ寄り添ってっていうことまで想像ができなかったんですよね。うん、だからそういうなんかちょっとした、場面場面のこの描写っていうのがやっぱりこのマッキーの歌詞のすごいところっていうか、僕も結構そういうの自分で歌作るときは別にマッキーを真似てるわけじゃないですけど気にするかなっていう、そういうなんか誰も描かないようなところも描きたいなっていう欲はちょっとありますね。うん、マッキー習ってるかもしれないです。はい、続いて第3位、3人です。はい、先ほど言いました君は僕の宝物っていうアルバムのアルバム曲ですね。この曲のこのあったかい感じ、
まあ、これ多分実際の話なんだろうなと思いながら、そのマッキーがさ、上京してさ、で3人で暮らしてたその時期を、まあ、宝物のように思って、こんな素晴らしい歌になった。なんかその若者のこうね、若い時のこうちょっと無茶してた頃の生活っていうかね、なんかそこをうまく切り取って歌に表現してるなーって、なんかね、あったかいんだけど、まあこれね、離れ離れになってるっていうのを前提で書いてるから、まあ切ないよね。切ないんだけど、その温かみがあって、なんか絶望ではないっていうか、その切なさも嬉しく感じる、でも切ないみたいな、これがなんともこう憎いなって思います。続いて第2位、どんな時も。まあ、これも名曲ですね。いや、やっぱこの曲聴くと、すごい背中を押される感じがして、なんていい曲なんだっていう。その歌詞に込められているこのメッセージっていうか、そのポジティブな思いっていうか、僕も味方だよみたいなメッセージが、やっぱりね、これにすごい詰まっていて、すごい好きな曲ですね。この曲を聴くと、まあ、当時僕、まあ、テレビっ子だったんで、うっちゃんが真似してたっていうか、キーボード弾いてマッキーの真似してるのがすごい映像として出てくるんですよね。マッキーよりも。マッキーあんま最初テレビ出てなかったから、そこまで。なんかうっちゃんの方が印象強いですけど、まあ、この曲はすごく僕の中ではバイブルというか。で、なんか織田裕二の映画の就職、なんだっけ、大前線だっけ、忘れたけど、なんかそれの映画主題歌でもあったよね。なんかそれも一回見た記憶があります。織田裕二好きだったから すごく思い入れのある曲でもあります。そして今聴いてもすごくね、素晴らしい曲だなって思える、曲です。そして、そして第1位は「遠く遠く」です。この曲ね、アルバム曲なんだよね。こんな名曲。いや別にアルバム曲だから悪いってわけじゃないですけど。でもやっぱり人気だから、CM でも使われてたよね。何年か前に。だいぶ経ってから使われてたし、多分カバーもされてると思うんですよ。やっぱり、いい曲って色褪せないから、どの年代が聴いてもいい曲はいい曲で、歌い継がれていくというか。やっぱこの曲のその素晴らしいところは、こういろんな人を救ってる曲なんじゃないかっていうのが想像できちゃう。田舎から上京して、まあそういう背景でもいいし、それとはちょっと違う、まあ要は夢を追ってるっていうかね。で、今自分がやってることがすごく辛くてとか、追い込まれた人にこう寄り添ってくれるような。曲、自分のその田舎というか、田舎じゃなくても実家を離れて一人で頑張ってる人にこう送られるエールというか、そこがね、いや、この曲はすごい詰まってるんですよ。だから、まあ知らない人ほとんどいないと思うけど、聞いてほしいなって思いますし、僕が特に一番好きなところは2番のサビの歌詞ですね。大事なのは変わっていくこと、変わらずにいることっていう、もうここがめちゃくちゃ好き。僕は別にこの曲に感化されてその歌詞を書いたわけじゃないですけど、僕自分のオリジナル曲で変わらない歌ってあるんですよ。まあ、今、西色映像では上げてないかな。アカウント消えちゃったからなくなっちゃいましたね。そこでも僕すごい思ってることが、変わらないことが一番変わることっていう、僕が書いた歌詞なんですけど、まさにこれと一緒で、一緒だよねっていうか、似てるか。自分っていう本質は変えず、まあ、これ分かるかもしれないです、めちゃくちゃ。自分は変わらず、でも変わっていかなきゃいけない。まあ、成長していかなきゃいけないとか。そこはすごい大事だなって、僕は本当常々
ほぼおすすめです。というわけで、今回の虹の音声は牧原のりゆきの120を読みました。共感された方はお願いします。いや、お待ちしてもらうぞという方はコメントの方よろしくお願いします。虹の音声は何で終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。さよなら。